来年5月に始まる裁判員制度をテーマにした大学生による模擬裁判が今日国士舘大学で開かれました。今大学生が脚本を手掛けた模擬裁判が開かれています。テーマは裁判員制度です。この模擬裁判は裁判員制度をもっと理解してもらいたいと法学部の学生たちが開いたものです。被告の男性がアルバイト先の店長と口論になり突き飛ばして死亡させたとして傷害致死の罪に問われた事件を想定しています。裁判員の評議では被告人が被害者を突き飛ばしたかどうかなどについて意見が分かれましたが、最終的には懲役3年6ヶ月の判決が決まりました。被告人の人生がかかっている裁判なので、やっぱりすごい責任が重く感じられるんじゃないか。いくら自分がこう思っていたとしてもそれが通らなかったりとか、いろいろなことがあって、なんか劇ではあるんですけど、すごいいい経験ができたな。学生たちを指導した講師は、裁判員に法律の知識は必要なく、難しいと思わずに積極的に参加してほしいとしています。